ブロンクス区はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市の最北端に位置する行政区。ニューヨーク州のブロンクス軍の軍域もブロンクス区と同じである。ブギダウンという別称でも知られる。マンハッタン島からスパイテンダイビル川、ハーレム川、ウンガ、ハーレム川を隔てて北東にある。ニューヨーク市の5つの行政区の中で唯一島ではなく北アメリカ大陸本土に属する。 面積は148.7平方キロメートル。人口は約130万人強。区名は1641年に入植したオランダ人、ヨナスブロンクスの名に由来する。地名に定冠し、座が付けられる。第一次世界大戦後に急速に開発が進み、地下鉄の延伸が多くの移民の移住を促進した。移民の主なものはアイルランド人、イタリア人、 とりわけユダヤ人であり、一時期はユダヤ人区として知られた。禁止法時代にはアイルランドとイタリアからの移民を中心とする密売人とギャングが横行し、ブロンクスはその高い犯罪率と多くの潜り酒場で有名となった。その後多くの移民はより良い生活環境を求めて、徐々に他に転出、減少した後を埋めたのが、主にプエルトリコとドミニカからの移民で構成される。 ヒスパニックと黒人であった。1970年代と1980年代に第一次世界大戦後の住宅ブームで開発された地域を中心に劣化が進み、サウスブロンクス地区を中心に犯罪率が高くなったが、並行していた再開発が進んだことなどにより、住宅地区として回復してきている。ニューヨークヤンキースのホームグラウンドであるヤンキースタジアム、 ブロンクス動物園がある。また、ヒップホップ、ブレイクダンスが誕生した地であり、ブロンクス区に対して、ヒップホップのスラングより、ブギダウンという呼称が生まれている。ありがとうございます。